Mission counter desu. もちろんベータテストの時から参加してくれていたプレイヤーもきっと楽しんでいることだろう。そうですね、新しいミッション、新しいイベント、そしてきっと新しい出会いも待っています。新しさいっぱいの GB4 を心ゆくまでお楽しみください。来た来た、これで全員集合やね。すごくにぎわってるから人を探すのも一苦労だよね。そうかい、その気になりゃすぐ見つかるだろう。俺はログインして真っ先にお嬢のところに駆けつけたぜ。ハイパージャマーかミラージュコロイドあたりを装備したくなりますね。二人のやりとりも相変わらずやね。でも活気が戻ってよかったよ。一時はどうなるかと思ったもん。無事に正式版がスタートしたのもあの時の頑張りがあったからこそだよ。本当によかった。うん、ねえ早速ミッション行こうよ。いろいろ新しくなってるみたいだし、私早くバトルしたい。そうやね、ほな僕とリンと君の3人で。あて、勝手に決めてしもたけどええかな。構いませんよ、正式サービスでの初戦にはやはりあなた方3人がふさわしいと思います。そうだな、このクランもお前ら3人から始まったんだし頑張ってきなよみんな。よし、それじゃあ決まりだね。うん、ミッション開始や。私の華麗なプレイに見惚れるがいいわ。
強敵出現、腕が鳴るわ。調子やね。
フェクトグレード、威圧感半端ない。このくらい朝飯前や。僕らいろんな山を乗り越えてきたもんな。ほんま、ベータ版の最初のミッションでドタバタしてたのが嘘みたいや。ああ、タオってばボス戦でパニックってたもんね。
いや、リンカで最初そうやったやん。それを僕らが助けに行って、まあでもほんまにあの偶然の出会いがきっかけでここまでのクランになれるんやから、わからんもんやな。偶然っていうよりは宿命の出会いってやつだと思うぜ。俺はお嬢と出会うためにビルダーになったのかもしれない。真島さんはともかく、皆さんとお会いできたのは本当に良かったです。相変わらずのスルーだな。だがそれも今じゃ快感になってきたぜ。俺だって成長してるってわけだ。まったく、それでは成長ではなくて悪化ですよ。それはそうと、私も随分と成長させていただきました。こちらでの経験が実生活での励みにもなっていますし。そうだね、偶然出会ってみんなそれぞれ成長して、その結果すごいチームになっていく。私が前にいたところもそんな雰囲気だったよ。あ、そうだった、お姉ちゃんだってこっちで出会って、というか最初はミスターだったもんね。まさかあんなのがお姉ちゃんだったなんて。あんなの？それ私だけじゃなくて本物のミスターガンプラにも失礼だからね。ごめんごめん、よく考えたら笑えてきて。あとは、リリンだよね。うん、あの時少し休むって言ってたけど、それっきりだから。そう心配すんなって。リリンちゃんのことは運営が対応してるんだろ。何か進展があったらマイスターあたりから連絡が来るはずだけど。心配する気持ちはわかるけど、落ち込んでたって仕方がないでしょ。今は新しい GB4 を楽しもうよ。そうやね、僕らがしょげてたらリリンも悲しむやろうし。リリンさんを信じましょう。ここまでやってこれたのもお互いを信じ合ってきたからこそです。うん、そうだね。じゃあまたみんなで遊ぼうよ。メッセンジャー送るね。ミッションカウンターです。だから何なの？いや、リンって GB4 を始めてから変わったなって思って。え？すっごく明るくなったよ。学校に行く時なんて前は結構暗かったもん。あー、バレちゃってたか。最近友達も増えてきてね、行くのが楽しくなってきたんだ。それは何より。明るくなれば友達だって増えるよね。 GB4 で友達を作れるんだから
学校で作れない道理はないよ。ああ、でも彼はただの友達じゃないかな。え、どういう意味？家で GB4 の話をするとき彼の話ばっかりでしょ。気になってるんじゃないのかなとか思ったりして。そんなことないし、みんなの話をしてるって。なぜなのかな、正直に言ってみなよ。だからそんなんじゃなくて。うん、何の話をしてるんだ。うわ、どないしたんや、そないに驚いて。なんか変な話でもしてたん。変じゃない。いや、なんていうか、あ、そうそう、 GB4 を始めて何か変わったかって話だよね、お姉ちゃん。まあそうだね、家でのこととか学校生活とか。というわけで、タオは何か話題ないの？身の回りのこととか変化とか成長とか。なんか強引な話の振り方やけど。でも僕も学校生活が変わったな。セリト君に絡まれても前みたいにやられっぱなしやなくなったわ。そもそもあんまりちょっかい出されんくなったしな。セリト、あー、あの嫌味なやつか。そんなのもいたっけ。自分に自信を持っていればつまんねえやつは寄ってこなくなるもんだ。それだけ立派になったってことだな、タオ。そうかな、そうかも。それもやっぱり GB4 をやってたおかげやね。それは素晴らしいことですね。私も GB4 のおかげでプライベートの問題を前向きに解決することができました。あの時は皆様にご心配とご迷惑をおかけしてしまいましたが。それって GB4 をやめるとか言ってた時のこと？そういうこともあったな。あの時はほんまにやめてしまうかと思ったで。でも今はすっかり状況が一変しました。問題が解決したおかげで今ではとても楽しく大学生活を過ごせています。大学？じゃあ女子大生ってわけか。これが若さか。3人はともかくお嬢も学生だったとはな。マシマは学生やないんやな。まあ元プロって言うてたし。あ、でもプロを辞めたってことはもしかして聞かん方がええ話題やった。確かに西脇を辞めた直後はフラフラしていたが、今となっちゃいろんなプロチームからオファーがよりどりみどりって感じだぜ。西脇に勝ったりカオスたちと戦ったりして注目を集めたおかげだな。実際実力はあるんだし、あの活躍を見たらプロチームとしても放っておかないかもね。まあ性格までリサーチしてるかどうかは知らないけど。この性格だからこそのオファーじゃねえか。知れば知るほど魅力があふれるナイスガイだぜ。リサーチされてなさそう。このくらいのメンタルの方がプロ向きなのかもしれないけどね。それでどのプロチームに入るか決めたの？あそこが考えどころなんだよな。オファーが来るのはありがたいんだが、俺にはお嬢を残してこのチームを去ることなんてできねえ。だから少なくとも当面はこのクランにいるつもりだぜ。
そうまで言っていただけるのはありがたいことですね。では真島さん、ミッションご一緒していただけませんか。お嬢が俺をご指名。やったやったぞお嬢、ついに俺の思いを認めてくれたんだな。いえ、思い残すことなくやめられるように思い出作りの機会があった方が良いかと思いまして。まあそんなところだとは思ったぜ。だがどんな理由であれ、お嬢からのお誘いに変わりはねえ。こんなに嬉しいことはない。あとはすみませんが、ご一緒していただけますか。お前か、リンちゃんかミサなら両手に花だったんだが。ああ、いや、お嬢の気が変わっちゃ大変だ。とっとと行くぞ。人は変わっていくものやけど、変わらないものもあるよね。
なかなかの機体が出てきたじゃねえか。なかなかの機体が出てきたじゃねえか。
長。相手がどうあれ倒すのみです。外しません。ちょっとは本気を出さないとな。結果だな。これが俺とお嬢の力だ。勝てたのは個人の力ではなくチームワークのおかげですよ。そうだね、クラン全体で見ても連携がすごく良くなってるよ。あの激戦をくぐり抜けたことでさらに成長できたんだね。なんせカオスたちを倒して GB4 を崩壊の危機から救ったんだからな。それだけの経験をすりゃ成長もするさ。リリンちゃんだって無事に救い出したしさ。リリンさんですか。あの時あんなに頑張ってリリンを取り戻したのに。リリンのこともマイスターたちのことも信じてるけど、やっぱり早く会いたいな。おっと、悪い。こんな空気にするつもりはなかったんだが。あ、そうだ、さっきは聞きそびれたんだが、ミサの方はどうなんだ。 GB4 を始めてから変わったところとかないのか。え、私？私は特に変わらないかな。朝起きて会社行って仕事して、朝起きて会社行って仕事して、朝起きて会社行って仕事して、朝起きて会社行って仕事して。うう、まるで無限ループですやん。
まさに終わりのないワルツだな。あ、でもよく考えたら意外とイベント盛りだくさんかも。あれこれ雑用を押し付けられたり、理不尽なことで怒られたり、いつ家に帰れるかわからなかったり。なんか思い出しただけで腹立ってきた。先週の残業なんて私のせいじゃないし。お姉ちゃんが怒りのハイパーモードに。あの明るかったミサさんがこれほどストレスを抱えていらしたなんて。ストレス？せや、そんな時こそ GB4 や。正式版になってから今までよりもさらに上の難易度とか追加された要素がいろいろあるんや。ストレス解消になりそうなミッション出てみたらエンドちゃう？はあ、そうだね。生きるためには戦い続けないと。あ、元に戻った。よし、じゃあ次に行くミッションは私が選ぶから。実は新規実装されたミッションで面白そうなやつがあったんだよね。まあ、どんなミッションなんです？それはその時のお楽しみってことで。じゃあまた今度ね。ふう、どうにか笑顔になってくれたな。それは良かったけど、面白そうなミッションって一体何やろね。ちょっと嫌な予感してきたかも。まあでもなんだかんだ言ってお姉ちゃんも GB4 を楽しんでるよね。ミサさん、この間言うてた面白そうなミッションの話？そうそう、このタイミングでやるにはぴったりだと思うんだよね。お姉ちゃん、なんかやけにはしゃいでるよね。不安だな。大丈夫、私の目に間違いはないって。みんなの絆を深めてチームワークを高めるのに最適なミッションなんだから。絆を深めるですか？昔のシミュレートにあったのと似たようなミッションが実装されててさ、私もこれでチームのみんなと仲良くなったなーって懐かしくなっちゃって。それもあっておすすめしようと思ったわけ。そいつはいいな。俺もお嬢とますます絆を深めていきたいもんだぜ。どうだい、ここは俺とお嬢の二人で。あなたとの関係は今のままにしておきたいですね。それはともかく誰が参加するのでしょう？まず私は行くとして、あとは彼とリンがぴったりだと思うんだよね。なんで私とあいつなの？そりゃねえ。
私は応援するよ。頑張れリン。そんなじゃないって。余計なお世話って何言わせるの。やれやれ、素直じゃないんだから。ミサさんも粋なことしてくれるやん。君も隅に置けんな。何言うてんねん。僕は別に。ほらほら、ミッションに出発するよ。まったく、お姉ちゃんったら。言っとくけど、別にそういうんじゃないから、勘違いしないでよね。おお、ベタベタなツンデレや。ほら、出発するよ。私のシミュレーターに似たミッションって言ってたけど、どんな感じなの？チームワークを試されるってとこかな。このミッションをクリアすればメンバーの中もより親密になれるなんて。またそういうこと言って。もういいってば。その話は。ごめんごめん、ちょっとしつこかったかな。まあでもリンには後悔してほしくないって気持ちもあるからさ。え、どういうこと？ああ、気にしないで。何にせよメンバーの力を試されるってこともあるから、これをクリアできたらクランの実力アップにもつながるよ。よーし、じゃあ全力でクリアを目指そう。いくよ。攻撃は最大の防御。
これで片付いたかな。順番に倒していこう。
なさそうな感じ。ううん、そんなことないよ。さ、みんなが待ってるからロビーに戻ろ。やったね。ば、2人ともお疲れ様。どう？彼との絆は深まった？何言ってんの？そんなの別に。おっと、もしかして私はお邪魔だった？若いお二人にお任せした方が良かったかな。次やったら本気で怒るからね。リンに怒られちゃった。これが反抗期ってやつだね。リンも大きくなったな。叱られてるはずやのに、なんでか嬉しそうやな。乙女心は複雑ってわけさ。リンちゃんもミサもな。あなたに乙女心がわかるとは驚きですね。ちょうどいい。みんな揃っているようだね。楽しんでいるところ失礼する。君たちに話がある。マイスターにアータル、久しぶり。ってなんか深刻そうな顔なんだけど、何かあったの？リリン君の件について話さなければならないことがある。